おお、鋼鉄か。そんなにはしゃぐもんかな。あれは英知の塊。蒸気船で鉄鋼板でカノン砲までついてるんだから。あれの前では人間も刀もひとたまりもない。薩摩の刀がいる。確かに薩摩は九州の南端にあって幕府の目が届きにくいわ。密貿易で外国の技術を取り入れて倒幕の機会を伺っていたまで、あの力をいち早く引き込みはしたよ。でもまあ幕府側が外国の技術を持ってなくて薩摩に遅れを取っていたわけでもないし、それぞれに戦う力があった。それでこの戦争は北の大地に至ってるから、家宝を前にしても薩摩の兵は勇ましく鬼のような存在だったな。褒めてくれるね。だけれどいくら勇ましく鬼のような薩摩隼人であろうと、家宝の前ではただの人間。その勇ましさを発揮することなく機械的に排除されて死ぬ。投稿大慶直胤は反射炉に希望をかけたんだよね。この研究が国のためになるって。鋼は機械化の末にあんなにも強い武器になったんだ。大砲にも軍艦にもなれた。でもどれだけ機械化されようと、鋼の行き着く形として刀だけは人の手からしか生み出せない。そう、揺らぎが必要なんだ。そして俺たちは刀としてここに呼ばれた。機械化とは往々にして人間性の排除を言う。この時代があの鋼を選んだ。だがその先の時代でこうしてまた刀という鋼が選ばれた。何それ、賛美。じゃあさ、その違いをしっかりと目に焼き付けないと。ちょっと近くまで行ってくれ。刀は武器として逆行し、人間性を利用するための鋼と